皆さんこんばんは。受講生代表の下井田です。今回お越しいただきましたのは、作家生命保険会社エグゼクティブリートレーナー兼部長職の早川雅先生です。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はやる気があふれて止まらない9つの習慣を先生にお話しいただきたいと思います。まずは初登壇ということで、はい、先生の自己紹介をお願いいたします。はい、皆さんこんばんは、早川雅です。本日はありがとうございます。よろしくお願いします。私はですね、30年近く生命保険業界の、営業の現場の最前線で仕事をしてまいりまして、で、その中でですね、培った経験で学んだこととか気づいたことなどを、実はですね、今まで10冊の本にまとめてまいりまして。すごい数ですね。そうなんです、この十数年で書き上げたんですけれども、で昨年2ヶ月前ですね、実はこのやる気があふれて止まらないという本をですね、今までの10冊の本の中で書いてきた中で特にやる気があふれて止まらなくなるようなエッセンスをまとめて36の習慣に書き上げたものの中から、今回特別にスクーをご覧の皆様のためだけに9つの習慣にまとめて、今日は皆さんにお届けしようと。もう特別な授業ですね。そうですね、特にラッキーですね、今日皆さんね。はい、はい、今日はもう皆さんのために使命感を持ってやってまいりました。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今回の授業で学んだこと、新しく知ったことがありましたら学んだボタンを使ってシェアしてください。皆さんの学びのシェアが他の皆さんの新しい学びにつながります。たくさんの学びのシェアをお待ちしております。また受講生の皆様からのご質問も募集しています。内容に関する質問から先生への質問まで、はい、何でも結構ですので、はい、ぜひそちらも投稿してみてください。それでは早速、やる気があふれて止まらない9つの習慣を先生にお話しいただきたいと思います。まずは1つ目ですね。はい、スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー。